どうも、イットです。今回はですね、ついに放送の始まりました、今期期待のオリジナルアニメ、ビビ、フローライト・アイズ・ソング。こちらがですね、もう期待できすぎる、そんなオリジナルアニメやった件について、ネタバレなしで話していきたいなというふうに思います。で、今回ですね、最後までネタバレなしで話していきますので、この作品ね、まだ見たことない、見たことないよとかね、知らないよって方もですね、ぜひ最後まで安心して聞いていただけると嬉しいなというふうに思います。で、まずはですね、この作品、まあ面白かったっていうのもね、タイトルでも言ってる通りも言わずもがなんですけれども、まあどんな作品か、制作陣ですとか、あらすじなんかをね、まあ軽く紹介していきたいなというふうに思います。制作陣ですね、まず何と言っても今回も特徴、見せ場と言っていいのが、シリーズ原案、脚本に、なんと長月達平先生が入られていることなんですよね。で、長月先生誰みたいなね、感じでもしかしたらいらっしゃるかもしれないので話しておくと、こちらね、リゼロ、リゼロから始める異世界生活の原作者の方が、入られているんですね。こちらもオリジナルアニメには。長月先生っていうのは、秋アニメにあった戦翼のシグルドリーバー、通称シグルリなんかにもね、原案、まあ、脚本で入られてたんですけども、今回はこのビビフローライトアイズソング、こちらの作品にも入られているということで、もうどんだけね、もうリゼロを書いてるだけでもすごいね、どんだけ長月先生働いてるんだって感じですけども、まあね、しっかり今回シリーズ原案、脚本に、もう抜群にね、もうツイッターでもしっかり解説してくださってましたけども、関わられております。そしてですね、もう今回より注目できる、もう PV だけでもこれは注目の的というのがね、制作会社なんですね。制作会社はどこかというと、なんと、ウィットスタジオさんという、こうね、これはもう知る人ぞ知る、もう神作画の会社ですよ。ウィットスタジオさん、これまでの代表作は何かというと、進撃の巨人なんですね。もう神漫画を神アニメ、そして神作品へと昇華させてくれた。それがウィットスタジオさんで、もう今回はね、先にもうちょっと言っちゃいますけど、作画やばかったです。もう、クオリティがもう半端ない。もう PV の時点で、わ、さすがウィットさん。まあ、今回はね、進撃の巨人ファイナルシーズンやってないですよね。ウィットさんはマッパさんに任せてて。で、それで、そのウィットスタジオさんが選んだのがこの作品なんですよ。だからこそもう注目するしかなかったわけなんですけれども。作画もやばい。作画だけでも見れる、作画だけでも引き込まれる、感動できるっていうのが、今回の作品になってて、まあ、すごかったなというふうに思います。で、その他にもね、まあ、リゼロの長月さん、そしてウィットスタジオさん、その他に梅原さんっていうね、リゼロのアニメの脚本家、そんな方も入られている。それが今回のオリジナルアニメで、もう制作陣がね、もう豪華すぎますよね。まずね、それが一つ言えるのかなというふうに思っております。で、こっからですね、あらすじですね、話していきたいと思います。まあ、どんな作品なんてもちろんね、見たことない方はまだ知らないと思うので、まあ、簡単に話しておきますと、こちらですね、まあ、AI、人型の AI っていうのがいる世界っていうのは舞台となっておりまして、主人公はですね、史上初の自立型人間の AI、 人間型自立 AI となっております。まあ、そんな主人公はですね、100年後に訪れる AI の大暴走、まあ、AI がね、人間を虐殺していく、まあ、そんな世界が100年後に訪れると、それを阻止するために主人公が、まあ、全力で奮闘していく、そんな作品になっております。まあ、AI がね、まあ、作品の核となっているということで、まあ、その中で、ね、まあ、タイムリープみたいな、その過去を変えて未来を、過去を変えることによって未来をね、いい方向に持っていこうっていうのはもう、長月さんですよという感じで、もうほんとね、長月さんのなんか元々のリゼロとかの見てる作風にも合う作品になってるかなというふうに思っております。それですね、まあ、早速、もう感想、ネタバレなしで、今回ですね、なんと一挙2話放送ということで、最初ね、1時間枠を取ってあったんで、最初 1話が1時間スペシャルなのかなと思ってたんですけれども、今回ね、1、2話が一挙2話放送という形になっておりました。うん。でね、1話だけでももう、もちろん面白いです。もうむしろ最初僕1話見た時に、あれ ?1 話だけでよかったじゃん、この先、みたいなね。なんで2話まで流すんだろうって思ってましたけども、2話見てください。もう2話のね、ラストがもうやばいです。もう、え、そうくんのとね、さすが長月さんとね、もうリゼロ全力で、もう長月さんをね、全力で今日はもう持ち上げますけれども、いやー、さすが長月さんだとね、もう、さすがリゼロの作者という、もう展開をもうバンバンに持ってきてくれてですね、もう、最高でした。泣きましたね、2話は。もう1話だけでも十分面白いね。1話だけでもね、見ていただければわかると思うんですけども、2話ね、ああ、こう来るからこいつこんなテンション上がってんなっていうのがすごいね、わかる感じになっていたのかなというふうに思っております。うん。ストーリーとしてもね、まあ、やっぱその先ほども言ったように、その100年後に起こる AI の暴走を阻止するために、まあ、その動いていく、もうすごいわかりやすい目標があるわけなんですよ。その大きな目標に向かって主人公が動いていくっていうところが本当にわかりやすいし、まあ、作品の内容としてはそんなね、結構ま、AI とかま、その近未来的な話が含まれているので、まあ、その簡単なわけではなくて、正直ね、ぼーっとして見てるだけでわかるとか、そういうアニメだな。ないんですけども、まあ、ツイッターで長月さんの解説すごいしてくださって、それを見たりですとか、しっかりアニメ見ればね、確実に内容入ってきますし、もう内容が素晴らしいね。これはもう神アニメになる可能性を十分に秘めている。今期ね、2021年春アニメついに始まってますけれども、
覇権を取る可能性十分に秘めてるんじゃないかなと思ってます。まあ僕自身すでに今9作品ぐらい、8作品かな、あの春アニメ、9作品か、9作品春アニメ見させていただいてますけども、そん中だったらもうダントツで面白いですね。もう、うん、っていうのが、今回のビビフローライトアイズソングだったのかなというふうに思っております。うん。で作画の面としてもね、あ、先ほど言いましたけど、ウィットさんもう凄まじい作画です、もう。まあなんかちょっと涙というか、その雫の表現とか、もう背景とか、もう人物がもう全部すごいですね。最初この作品やっぱキャラ図で僕はちょっと正直不安があって、まあちょっとこのキャラ図じゃ無理だろうと思ってましたけれども、なんかやっぱその、まあ初の自立型人間の AI という、なんかそういう設定とかを見たときに、あ、だからこういうキャラ図なのかなとかすごい思ったりもして、うん。まあまあ、とにかくね、やっぱその1、2話のラストで僕はもう痺れましたね。もうそれまでも、その、まあ2話のラストを見るまででも、僕はね、絶対これ動画で紹介しなきゃいけないってすごい思ってましたけれども、まあね、素晴らしかったなというふうに思っております。うん。もう本当に、うん、期待できるかなと思いますし、やっぱオリジナルアニメっていうとね、なかなかいい作品出てこないのが現状です。まあ前期はね、ワンダイクプライオリティとか、まあその前は体操ざまりとか、ね、いい作品ありましたけれども、まあなかなかね、やっぱ本当に覇権レベル、もう本当にもうめちゃくちゃ円盤も売れて、配信人気も抜群でっていう、なかなかアニメない中で、これはね、期待できるんじゃないでしょうか。うん、ビビ。フローライトアイズソング。ちょっとね、名前が言いづらいのはちょっと難点かなと思いますけれども、まあ、この先ね、大いに期待できるかなというふうに思ってますし、まあ、リゼロの感じとかを見てても、まあね、これは期待できるし、ぜひね、見てほしい。そんなオリジナルアニメになってるのかなというふうに思っております。まあ、あとですね、いいことは大丈夫かな。もう、これぐらいで、多分皆さんに多分ね、この作品が面白いと、見た方がいいっていうね、オリジナルアニメって、ね、伝わったと思うので、まあ、僕自身も楽しみに、まあ、一挙2話、最初1時間あるね、まあ、見るの正直大変かもしれないんですけども、これ見る価値ね、もう、十二分にありますよ。うん。もう、間違いないと思ってます。まあ、作画だけでもね、まあ、素晴らしいんで、それだけでもね、もう十分見れるんですけども、まあ、その中でね、話の内容っていうのもね、もうしっかりしてます、もう、本当に。うん。さすがね、ビットさん、目つけたとこいいですよ。これさすがにね、もう、本当に、楽しみですね。今後の3話以降も、このビビフローライトアイツソングですね、視聴させていただけたらというふうに思っております。という感じですね、今回の動画、ビビフローライトアイツソング、このね、今期のオリジナルアニメがもう、期待できすぎる、そんなね、新作オリジナルアニメだった件について話させていただきました。ね、ここまで本当に見てくださってありがとうございました。で、今後もですね、この、まあ、ビビフローライトアイズソング、多分ね、面白くなるだろうと僕は信じてますので、まあ、そういったね、感想も上げていけたなというふうに思っておりますし、まあね、それ以外にも、冬アニメのね、感想だったり、ランキング情報なんかをね、どんどん更新していく予定ですし、まあね、冬アニメ、春アニメか、春アニメの、まあ、感想だったり、情報をどんどん発信していく予定ですので、ぜひですね、これを機にチャンネル登録とかね、高評価とかしていただけると非常に嬉しいなというふうに思っております。で、この後ね、今日は19時、まあ、毎週日曜19時には週刊アニメランキングといった形で、まあ、いろんなアニメについて、ね、そのクールの作品について、まあ、ランキング付け、7点満点で評価し、ランキング付けしていくという、そういったものをやっておりますので、でですね、そちらもね、合わせて見ていただけると嬉しいなと。まあ、今夜はですね、まあ、ビビフローライトアイズソングを褒めまくる回となるかなと思います。でですね、今後もね、楽しみに待ちたいと思います。ぜひですね、皆さんも見てみてください。